最初はグーじゃんけんぽい、はい、よいしょ。負けた、初で負けた。先行もらいます。あ、オープンザクラック、ドラゴンアイアン。あれ、ドラゴンアーシャーだ。そうだよね、まあね、コピー。難しいな、どうしようかな。本当だ。チャージ&ドロー。誰も即光ってないの、ここが、じゃあライフに払って来たー、いきなり原理を変えて2ドローするやつ。ライフにで2ドロー。ちょっとそっち連携デッキだからね。ドロードロー、やばい、ターンエンドだ。何も出ない、何も引かなかった。ドロー。やっぱ初手4枚ってきついんだな。まあいいや、こっちでチャージ&ドロー。まずキャスト、ダメージコントロール、これはどんなカードですか。設置で、手札1枚捨てるとダメージ2を減らす。ああ強いな。レフトにグレーダー、すごいね。実はこれってドラゴンついてるの。え、タラッタ、ジェネリック。あ、ジェネリックだから使えるのか。そうか、ゲージ値を払い、ライトに、ね、ハレバードドラゴン、はい、じゃあアタックフェーズに入ります。はい、どうぞ。で、移動、移動するの2点。はい、受けよう。はい、はい、受けた。1点、受けた。1、残り7。えば、いきなりドロー。うん、ではなんか当たる。チャージ&ドロー、引き終え。じゃあバディコール、いきなり1回復しました。いきなり、じゃあ設置。お、来た。これはじゃあ3ゲージ払います。え、もしかして、こいつをドロップゾーンに置いて、アジダハウカ、やっぱり持ってるよね。3ゲージと1枚のカードドロップに置き、コールできる。じゃあ全体攻撃いったとこだ。コツオン効果で手札1枚数2減らす。じゃあ1ダメージだね。11、ハイエンド出す。11と8ドロー、チャージ&ドロー。マジか、やばい。エンドでお願いします。スタンド、ドロー、チャージャンドドロー。こんばんは、ライフを受け続けた。じゃあ3点効果捨てるんだ。1、10、なのできつい。ドロー、チャージャンドドロー。じゃあセンターにコールで、はい、ライフを2払います。はい、2払った。はい、何持ってくる。じゃあ、これを手札に加えます。はい、 OK ですよ。じゃあ、そのキャストこのまま設置、はい、で、破壊し、ゲージ3を払いセンターにコール。はい、出てきた。はい、で、破壊。はい、バババ、ちょっと待ってね、まだ抜けた。じゃあ、3点受けるんだよね。やばい、連携じゃない。じゃあ、効果で、ジャロンモンスター来てくれたらいいな。デッキからなんてらかんちらっていう剣アクアルタグアルナグ。もうよく言えるね。もうほとんどカードのちょっと知識とかわかるから。アクアルタグアルナグ、すごい。噛まずに、噛まずに言えちゃうんだ、すげえ。俺は噛むけど。お装備しました。やばい、ドローします。ドロー、終焉まで味だハーク。あ、死ぬ。アジちゃん、チャージャンドロー。これ装備できる、装備できる。12000、破壊できます。辛いね、どうしようかな。コール。いやー、来た。コール。わー、1万を超え、これで切るしかないんだな。1枚でやるしかないね。1枚でアタック。破壊って効果。効果。ここにあると装備できないな。かまいい。かまいいかな。あったった。あった、じゃあそれ装備した。シャフル。じゃあ、連携以外を無効にできるんだよね。あ、連携1枚での攻撃は無効にできるんだよね。連携でしょ。じゃあ連携で4点いきます。はい、手札がないもん。うわー、けど残り2、終わりです。失礼、ドロどうしようか。アジダハーカーガス、まあチャージせずにコール。はい、で連携で拾って移動するよ。こいつは人雷がいると移動を得ますよ。マジかー、
負けでしょこれ。4000。じゃあ破壊。はい。6点。じゃあそれをこれで縦使えるよね。はい。プラス1する。やばい、もう負けじゃん。じゃあスタンドします。プロ。チャージ&ドロー。今どうなったの。じゃあ1ゲージ払ってハルバード。ハルバ。じゃあまず6点から受けます。まあ手札ないもんな。ありがとうございます。でも連携じゃないから。連携じゃないから。あ、連携じゃないから消せるんだ。やられた。じゃあ連携で4点。あ、受けます。ありがとうございます。オープンザフラッグ。あ、じゃんけん先だっけ。まあいいや。最初はグーじゃんけんぽい。先行。はい。じゃあやべえ、このテープで。チャージ&ドロドラゴニックチャージ。タイヌ。タイヌ何もなかった、うん、ドロー。チャージ&ドロー。じゃあまずはこれだ。竜王殿1回復してゲージ1。バンドローして、あ、ゲージ1からはだっけ、うん、ゲージ1行き、ライフ1石、1枚引く。はい、ごめんなさい、ちょっと順番間違えました。まあ順番はどうでもいいんだけど、うん、でも順番にやんなきゃダメ。ライフ2払って2ドロー。これほとんど1段目しか受けてないように思ってる。うーん、難しいな。エンドしかないと思うけど。いや、コールするかな。バリコール。バリコール。お、無傷。ちょっと弱いんだけど、この動き。じゃあ2点。はい、防がれた。終わり。ドロー。防がれた。あ、終わり。チャージ&ドロー。人流ボーカルスターだ。はい。で、ファイターで指導が使って。3点受けました。じゃあスタンドをドロー。難しいな。さあ、デッキ変えようかな。ワールドドロー。ん、あれ、ワールドごと変えようかな。何、じゃあリオデン。レジェンドワードにしようかな。1枚ゲージ大きいプラス1して、これがさ、当てたさ、アマテラスあるじゃん。あれ強いよ、レジェンドワード。じゃあゲージ1払って中からアルバードをコール。究極じゃない。じゃらば、これでアタックフェイズかな。移動しますか。移動しないです。6000でアタック、2点ダメージ。ファイターの。どうする。セーブ。金龍。はい、終わりです。ドロー。まだ12もあるんだから受けた方がいい。ジャージャンドドロー。バディーコール。センターにドランバーカード。これ俺が上げてんだ。はい。来たか。あ、剣が行っちゃった。いいやつ。じゃあファイターにアタック。ファイターにアタック。じゃあ3で受けます。7。ターンエンド。スタンド。ドロー。2000でしょ。チャージ&ドロー。1枚しか破壊できない。じゃあ玉座あります。来た来た来た。ドラゴアーチャー。で、ドラゴアーチャー、他に人狼がいるならワンドローします。ワンドロー。無理。無理で。あ、いいな、いいな。できる。コストオーバーだと思ってた俺。これソウル入ってんだよね。1枚しか破壊できない。うん、じゃあ勝てるねこれ。ゲージ3払い。あ、無理だ。ライフ1払う。え、じゃあ、ドラゴニックエアライド。場のカード1枚破壊する。じゃあソウルガードしてください。じゃあ6000でアタックです。白龍その点中ダメージが減るだけだよこれ。あ、使う意味ある。大丈夫。ない。じゃあ破壊されました。じゃあ2点かすみのほうかすみ。じゃあ2点ドラムかすみないがいい。はい、終わりです。もう手札がない。ドロー。チャージしないでセンターに原理をボーカルスターだ、はい。破壊ここは、はい。ターンエンド。じゃあスタンドドロー。チャージ&ドロー。じゃあ1ゲージ払ってルバードまたコールします。キリがない。じゃあここでアタック。
か2点2点合計4点連携臨時ですね。ドロー、相手がドラゴンだったらバラそうですね。するチャージした、チャージのドロー、サエンドサエンドということはこのまま6点で終わりでいいんじゃないかな。スタンドドロー、みんながチャージ&ドロー。じゃあ2点いけます、2点いけます、2点、あとはプラス1、終わりです。キリがドロー、チャージ&ドロー、同勝リム4ラフ、プラス3、プラス3、6、同じ、あーでも負けたもんな。じゃあスタンドします、手札ない、ドロー、じゃあアタックフェーズでトントントン、負けた、ありがとうございました、ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。